帰ろうしよう。眠いレッスン1。やばい、あのあれなんだけど、いろ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 お話ししたいこともありましてですね。ギリギリみやちゃん、ぐっさん、ぐったん、やほー。いろんな場所のいろんな写真。壁当てさんこんばんは。ギリギリみやちゃん久しぶり。よっちこんばんは。タル様、ふーちゃんまん、みんな生誕祭予約してくれた。生誕祭遊びに来てね。6月23日です。でオンラインチェキもあるっぽいので、オンラインチェキもあのもしよければゲットしてください。オンラインチェキはなんか多分ね、音声入りのオンラインチェキ、音声入りなんですよ。ぜひオンラインチェキゲットしてください。全然オンラインチェキ宣伝してないからやばい、やばいです。オンラインチェキゲットしてね。そしてそう、なんとですね、さらっと言いますがですね、私また舞台をねやることになりまして、急遽決まった舞台でございます。あのもうね発表されてるんだけど、ちょっと今日言わないとなんですけど、さらっとこんな感じで言ってますけど放課後戦記っていう舞台でですね、あのそう、これも載ってたんですけど、1ヶ月前ぐらいかなに多分発表があったっぽいですが、急にですね、お怪我かなんか、ちょっと持病か分かりません、詳しく見てないか分かんないんですけど、降板になった方がいまして、そこで私が選んでいただきましたなので超絶急に決まってですね、今日台本読み終わったんだけどね、台本も3日前ぐらいに見ましてふうという感じです。そう、舞台は結構さ体力使うから、もう前例全部を出し切ったんで、この前のね今日なんで、もうしばらく舞台はやらないかなって思ってた矢先に舞台が決まりましたね。これね、決まったからには全力で頑張りたいと思います。すごい稽古時間がね、もう朝から夜まであるから、また体力が心配なんですけど、頑張りたいと思います。マジで心配すぎて、でライジンのさ、あのいつ曲出すんやねんっていう、もう1年経ちますけれどもっていう、そのねライジンのね曲もそろそろ出来上がってきていてですね、そのレッスン稽古に6月7月はちょっと本当に死にそうなスケジュールになってまして、やだやだよ、こうかやだ、ありがとう、やるからには頑張りたいと思ってますので、どちらもみんな応援してくれると嬉しいです。皆さんの頑張れの一言で私は頑張れると思います。そう、放課後戦記は、ね、あの市川みゆりさんが主演の舞台ですね。で、ステイユーのさ、星野マリナ、マリーナも出てるっぽいですが、チームが違うので一緒にはなるのかならないのか、なんせ人数多いっぽいので、もう明日顔合わせなので、明日ね、いろいろこう分かってくると思うんですけど、
あんまりまだあの本当ついこの前お話いただいて、カフはお兄ちゃんの結婚式やらライジンやらでちょっと忙しくてあんまりちゃんと見れてないのですが、明日は顔合わせということで緊張しています。もう今まで通り特技披露ライブで良いと思っていたところだった。特技披露ライブで良いと思ってた。お伝えです、クルスさん、お伝えです、頑張ります、ありがとう。そうで、今まで共演した方も何人かいらっしゃっていますので、とても楽しみです。で、今回結構カフが出る舞台はメンズの方も多かったんですけど、役者さん俳優の方も多かったんですけど、今回は多分女子だけということで、どうなるのかワクワクしてます。マジで怒涛の週末すぎて草やばいでございます。お疲れんこんでございます。そういう感じなんです。舞台ちょっと朝から夜までの稽古プラスライジンのレッスンってマジで本当にやばい。でさ、6月の撮影会もさ、もう組む日程がなくて撮影会ちょっとできませんという感じですね。7月も撮影会ちょっとできませんって感じです。ごめん、本当にね、ちょっと無理。あのトークポートね、ちょっとくむ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 って言って5月できなかった。5月も撮影会やってないから。そうでも、もしトークポートがあるってなった時は皆さんぜひ予約してくれると嬉しいです。ちょっともう日程スケジュールちょっと本当にパンパンで、カホもいつできるんだろうって思ってるんだけど、そう稽古が本当に朝から夜まであるからね、組む時間なさそうなんだけど、トークポート。あ、そうなんだ、かまちゃん。そう、また舞台出ることになりました。で、そう、カフとなんかわかんない、もう一人の子も入ってた。まだビジュアル撮影してなくて。みんなもうビジュアル撮影してて、それもう発表してんのかな?ちょっと本当に追いつけてない状態なんだけど。まだカフはビジュアル撮影してなくて、今度ビジュアル撮影してくるので、それも楽しみです。何かのサイトに君が載ってて、元に、あーそう見た。やるからにはやる子なので大変だけど頑張ってね、ありがとう、頑張ります。ふぅー、キバレさん著しく場面変わります、マジ。楽しみで、今回もいい役いただきました、頑張りたいと思います。なんか人数多くて本当まだよく分かってないんだけど、いい役っぽいです。いい役っぽいです、頑張りたいと思います。クルベルと鈴木、あ、暑かったね。そう、ライジンの大会もありましたよね、すごかったね。やってほしいね、クルベル選手と鈴木千尋選手。10月って言ってたけど、10月やるのかな、俺にもチャンスくれって言ってましたね。え、クレベル選手ってさ、日本語さ話せるよね、ユスタル、オスタルです。ユスタル、またカフ舞台出ることになったから、もしよかったら見に来てね。やばい、もうちょっと本当に死にそう。頑張れ、顔。今日の見ました、めちゃめちゃ見応え、ありがとう、嬉しい。死ぬ、死にたくない、死にたくない、ありがとう、みんなのみんなのおかげで生きています。前回行けなかったから行きたい、嬉しい、ありがとう。ちょっと今日ね出しますからね SNS。 えっ、てか告知したいんだけどさ、カフ専用のチケットみたいなのが
あるはずなんだけど、ああもうなんかやること多すぎて本当にわからなくなってきた。え？いかん。生誕祭のこともあるしね、いろいろ進めないといけないことが。そうだよね、食べ薬絶対頼めてなかったよね、思ったんだよね、口内炎できて痛い。ほら痛そうじゃないこれ、痛い、唇ブロンブロン、くちゃまるやっほー。だって名前なかったもん、頑張りすぎずに頑張ってないんだとか、ないんだとか、頑張る。生パッキャオ、パッ、こんなん痛い。パッキャオ選手すごかった、やばかった。あんま近くで見れなかったけど。まあでも一番近かったか。一番近いとこにいたかもしれないけど。めっちゃ、やばかった。え、楽しみ。え、鈴木千尋選手とだっけ、やばいね。ミミヤホー。こないでか、痛い、本当に。違う、これ噛んだんだよね、言った、本当に唇痛い。この前の舞台は立候会ホールだったけど、ずっとロック業界立候会です。え、なんか笑顔不自然なんだけど。そう、唇かじっちゃった、痛いよ、痛い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 。お、地震か。おじいちゃんはダメみたいで忙しいたるね、体調気をつけ。おじいちゃん、おじいちゃん、あ、おじいちゃんダメみたい。え、おじいちゃんって誰のこと。おじいちゃんって誰のこと。頑張ってて偉いから僕も16日の神田明神を許さない。え、嬉しい、ありがとう。そう、本当にカホのさ、舞台の稽古のさ、舞台稽古が本当にさ、もう朝から夜まであるのね。でさ、16日がたまたま休みなんだけど、その日はライブってすごくない？前回もさ、あのキョンランで、 それもまあ朝から、まあそんな早くはないんだけど、朝から夜まで、でたまたま休みの日にライブが入るっていう、すごくない？だからライブも好きだからさ、みんなに会えるのすごい楽しみだから、え、嬉しいと思って、みんなに会えるの楽しみ。あ、僕がおじいちゃん、おじいちゃん。いいな、近くで見れて、俺もう俺が近くで見たい。え、近くでもうあの会えるイベントたくさんありますからね、ライブとか、あと何？何が？生誕祭もあるし、今回撮影会は3ヶ月ぐらい出ないですけど、撮影会もあるし、そんな大変な中にな、ライブなら会えたらできる。できんかーい、それはできんかーい。う、やっほー、カタリンは仕事中だから、あ、またね、またショールームできる時にやるので、みんなもできる、見れる時に見てください。なんか目に入った、バイチャラポー。あ、舞台見に来てくれ、嬉しい。7月10、ちゃんと見てない。そろそろちゃんとして、ちゃんと見えてないよ。ちょ、なんかね、チームがあって、ピンク、ブラック、ピンク、ブルー、レッドってあって、チームによってキャストがね、変わるんですよ。でカホはね、ブルーとレッドなので、そう、あのデルフィがまた違いますので、ちょっとそれもまた言います、まだまとめてないので SNS でね出しますから、それちょっと待っててください。何回やるのかな、全部でカホは6回出ます、ロックステーということで、楽しみですね。いや、こんなにね、女の子が多い舞台は初めてです。楽しみだな、仲良くできるかな。てかさ、カホタルの欲しいものリスト、息してる？欲しいものリスト、息してるってこと？
近くで見たいのパッキャオじゃないんかいってツッコミ待ちでした。わかりにくくてごめんなさい。それわかりにくかった。痛い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 。仲良くなるね。仲良くできるかな。大丈夫、仲良くできると信じましょう。え、なんかついてる。なにこれ、いつからついてたの。まだ欲しいものなのかなって。あー、え、なに、穴新しくしとこうかな、そしたら。放課後戦記、あ、そうなんだ。そう、いな、結構長い舞台で映画化されてたりね、してるらしい。アホもね、知ってはいました、舞台の名前。みなみなさん落ちたる。欲しいものリスト今さ、あ、そうだ、今カホが欲しいのはさ、言ってもいい、このさ、リファのさ、アイロンのさ、持ち運びのちっちゃいやつがあるの、あれが欲しい。でもあれいいのかな、ちょっとわかんないんだけど。タンフレ選びやすい、そうだよね。欲しいものリスト、あとね、なんかダイソンのね、あれも欲しいんだよね、アイロン。なんでそんなカフアイロンばっか欲しいんだろう。よくわかんない、なんでそんなアイロンばっか欲しいのかわかんない。ダイソンのね、アイロンがめっちゃいいって。ダイソンのアイロンも欲しいな。そんないくつもあっても仕方ないですかね。持ち運びのアイロンどうなんだろうね、わかんないや。ルンリュウジ、あ、やっほー。リアルな欲しいものリスト、そう、リアルなもの。あとね、欲しいのはね、シャネルのね、コスメなんだけどね、トラパンスっていう、なんかこういうさ、リップ状のさ、メイク品なんだけど、ハイライトなの、ハイライト。ハイライトって白い、白いのをね、こことかこことかに塗って、光を出してツヤっぽくする。それが欲しいんだけどね、どこにも売ってなくて、っていうか、なんならば販もう販売シャネル自体にそれがなくて、福岡でも見たんだけど永遠に手に入らないっていう、シャネル自体に売り切れならないんだろうなっていうあれなんだけど、そう、みんなに言ってもね仕方ないですけど、今それが欲しい。カフ頑張ったご褒美に自分でカエルのさ瓶買おうと思ってたのにさ、そう言ったの、せっかく遠くまで行ったのにさ、お店閉まってたりさ、休業日だったりでさ、せっかく行ったのに全然さ出会えてないっていう。え、みんな今何分、ルン、ヤッキーこんばんは、グッタン、ヤッホー。そう、トラパンスっていうのが欲しくてなんだけど売ってないんですよ。43分ありがとう。20分経過しました。ありがとうございます。あ、いつもさんもさ、言ってくれてたよね、メイクコスメ。ちょっとそう、それをね、いつもさんに言おうと思ってたの。トラパンスっていうのが欲しいなって。けどさ、販売してないっていうから仕方ないよね。そう、でもみんなにリップたくさん、今日もリップいただきました。たくさんリップをいただくので、もうカフはリップはありがたく。リップはもう大丈夫です。
リップたくさんいただいてますから、ちょっと待って、これちょっと塗ってみよう。おお、やばい、これセイナ様から今日もらったんだ、すげえ。チュルンチュルン、素晴らしい、ありがとうございます。痛い痛い、唇痛い。トランスではなくトラパンス、そうトラパンスっていうなんかスティック状のハイライト、シャネルのコスメ。リファのアイロン欲しいものリストに入っていて、あのそれにしようか、今ここで言えば困らないでしょ。え、嬉しい、ありがとう、それめっちゃ嬉しい、ありがとう、楽しみ。リファのミニアイロン、ミニアイロンが欲しい、ちっちゃいやつね、お持ち運び用のやつ、ありがとう。ちなみにファンの方からリファの、ヘッドシャワーをいただきました、それも嬉しかった。よし、何にしよっかな。そういつもさんにそれ頼もうって思ってたんだけどね、そうそう、終わろう、はあ、今日も頑張りました。かふちゃん、トランスパラン、あ、トランスパランだ、それそれだ、トランスじゃそれがないんだよね、何がいいかな、考えよう。何がいいだろう、また考えとく痛口終わろう。そうだから皆さん生誕祭来てねっていうのと、あとね、その何、16日ライブがあるよっていうのと、とりあえずカフの SNS を見逃さないでチェックしてね、です。そう、めっちゃいらしいのに取り扱いないんだよね、悲しい。ヌーさんは机の上に今机が冷たくて気持ちいいのかな。リュウジヒロミさん、ギュッとありがとう、カムちゃんもありがとう。よし、終わろう。10歳ピンクのクマさん、11位アルマサトリアさん、10位石川先輩、9位クシャトリアさん、8位ケンサクさん、7位キヨマサさん、6位ティティさん、5位今もまだふーちゃんも推しさん、4位リュウジ、サイヒロミさん、2位ケンちゃん、1位カマちゃんでした、ありがとうございます。 X 見逃しまくってる X 本当に追ってくださいね、カホも結構パンパンなので、みんなも本当に追ってください追ってください。うん、舞台更新しますね、石川先輩も落ちたる、あ、石川先輩落ちたる、配信楽しかった、ありがとう。じゃあ今日は終わります。トリマークそんなトリマーク信者だったの、信者だったのありがとう。じゃあまたね、配信できる時にします。おちたるでした。3、2、1、バイバーイ。わ、転がるコロコロさん終わろうとしてた。またフォローしてね。通知取ってください。また配信します。はい、ありがとう。お疲れ様です。おちたるです。